ジンク37とジャンバリドット TV のガールズリーグ、イエーイ。皆さんこんにちは、ジャンバリドット TV 代表ラバーズ J の風間由衣です。皆さんはじめまして、パチンコ37代表のしおりです。よろしくお願いいたします。さあ始まりました。始めまして、よろしくお願いします。お願いいたします。今日ね、すごいデコボココンビなんですよ。見てください。すごい20センチ差20センチ差です。20センチ差ということでデコボココンビでやっていこうかなと思うんですが、今回でガールズリーグ5回目になるんですが、はい、パチンコ37さんが3勝していて、ジャンバリドット TV チームが2勝ということで、今のところ私たち負け越してるんですね。なので今日はちょっと意地でも勝たなきゃいけないなと思ってるわけなんですけど、どうやら聞くところによるとあんまりパチンコ打たないらしいですね。そうですね、全然打たないです。あ、全然全然打たない。今日一応勝負なんですけど、はい、そうなんですよね。大丈夫ですか？うん、大丈夫です。もうこのまま勝ちを私も引き続いていきたいと思います。おお立ち回りとかも大丈夫ですか？まあ、なんかこう吸収しつつ吸収しつつあ、敵チームの吸収しつつ吸収しつつ美味しいとこだけ持っていきたいな。そうなんですね、思っております。でも今日ほらすごい方が来てそうなんですくれてるということで、もう全然やらないので、はい、私の素晴らしい師匠を今日お呼びしております。はい、ではどうぞいらっしゃいませ。皆さんこんにちは、漫画家の井上一郎と申します。師匠でございます。師匠です。ほとんどド素人ですので僕がですね、こういうところで言うのもなんですが、遠隔で彼女を動かしましてですね、やろうと。でね、皆さん、僕にはもうなくなりましたが、皆さんにももうないと思いますが、ビギナーズラックってありますよね。彼女にはまだビギナーズラックというのがございます。そして僕のようなもうただれた心の人間しか持たない熟練の打ち方の知識をビギナーズラックに投影して打たす、これによって勝ちを取るっていうのが今回の作戦でございます。皆さんどうか見てやってください。はい、お願いいたします。ね、頑張ります。もう頑張ります。いやでもちょっとフェアじゃないじゃないですか。いや全然フェアでしょ、打つの彼女ですからね。そっか、私もちょっと司令塔、誰かいない、誰かいない、孤独な戦士孤独な戦士、頑張ります。はい、ということでですね、今回は抽選で何なんか台を選ばなあかんらしいね。そのスペックがいろいろございましてですね、でなんで俺が仕切ってるのか突っ込んでよマックスだかなんやあんや、アマとかミドルとか、まあ、とにかくそれを2人に引いてもらってですね、んでそのカテゴリーでしか勝負ができないと。ってことは分かってるよな、絶対アマだけは引くなよと。はい、っていうよりも何を引いたらいいのか分かるか。マックス。おなんか昨日言ったことを覚えておりましてですね、そういうことです。そのまま言いました。はい、ということでちょっとその勝負にね、行きましょう。そこからやから、はい、戦いは。はい、はい、行きましたよ。はいはいはい。おこうか。はい、じゃあ引いてもらいましょう。引きます。マックス。はい、握っとけよ。では私もアマ。念じないでください。よし、じゃあ開けてもらいましょう。せーので、じゃん。おい嘘やろ、ちょっとよう見せてみ、何引いた自分でちょっと言うてみろ。あんまふざけんな、一番引いてはいけないものを。おめえしかもお前相手マックスやねえかじゃーん、逆やねえか、ふざけんなよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、ということでですね、ほとんど負け試合になりましたがなんとかあれや、ウサギとカメや。ウサギとカメ、俺たちはウサギではない、カメだ。カメか、とにかく全然お金というスタミナを使
使わずに、はい、ゆっくりゆっくり向こうがスタミナ切れるのを待つ、この作戦でいきましょう。なるほど、はい、頑張ります。今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ツッコミをなんで俺が仕切ってんのよ。考えてるようで考えてませんって一言。考えてるようで考えてません。え、ここどあーこれお、なんか興味を違う。そう、覚えてた、それだ、覚えてた。これにしますと、これにします。はい、それでは入場したいと思います。さあ、私今回もですね、なんとマックスタイプを引いてしまったということで、ありました。さあ、ということで、私風間結衣、朝一の方はですね、最新台烈火の炎2、こちらからスタートしたいと思います。ガールズリーグ頑張っていきます。アクセントテストルの一番アイドル。オッケー、とりあえずその辺で。お、あれ、ボタンがわからない。ああ、なぜか止めボタンを押してんだな、それ、うん、止め、なんだっけ、止め、打ち止め、止め打ち。いや、まだ今保留玉ゼロやから、止めたらあかんね。あ、大変なことに気づきました。どうした？井上さんのイヤホンしてない。ずっと生声で聞いた。勘弁してよ。お、お、お、熱いよ、熱いよ、熱い、熱い、熱い、はい、あと話す。祈りましょう、祈りましょう。あ、初めて。こりゃこりゃ言えるから。おお、あ、毎回ハーで王と言おう。毎回ハー王。おお。ああ、微妙。微妙。おお、赤い普通だ。赤い。キセルパイ。キセルパイ。よっしゃ、来た。キセル。来る来る。これが一番熱いじゃん、それ。ちょっと興奮してくれ。やばい。よっしゃ。いや、すごい。わかんない。めっちゃ実写みたい。これ外れたら私脱ぎますって。これはこれ外れたらもう脱ぎます。あ、じゃあ脱いじゃいけないの。押せ押せ。おーっしゃ、きた。え、すごいブレブレってなった。おっしゃ、こい。おー、これ外れたら俺も脱ぐわ。これ外れたら井上さんも脱ぎます。いつ、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 いつ。嘘やろ、外れてるやないか。おっしゃー、おー、拍手。やばい、すごい。お、キセル来た。頼むぞ、頼むぞ。おーし、あと2回、あと2回。なんだ、あと2回。いけいけ、思いっきり連打するんだ。いや、その刑事やから、主人公やから。あ、そっか。あ、じゃあ打ち出しを戻そう。打ち出し戻そう。はい、左打ち。左打ちに戻すんだ。おー、左打ちに戻すんだ。
それでは本日のガールズリーグ、私風間由衣、烈火の炎2にて実戦の方スタートしたいと思います。頑張るぞ。さあ今回打っている烈火の炎2なんですけれども、さて19分の1、新基準機ですね。まあ一応今回はマックスタイプということで打たせていただいていますが、 ST 突入率が 60%、 そして継続率が 65%、 まあ最近のね機種突入率が 50% っていう台が多いので、そんな中でこの烈火の炎2は 60% あるということで、しかもですね電柱右打ちの大当たり約 80% が16ラウンドということで、スーパーバーニングボーナス2400発大きいよね。それは引きたいもんだわ。もうすぐ当たる。え、なんかこれが変なロボットなんだけど、何やるこれ何、あ、緑保留。でももう緑はいいんだ。緑はさあ第3幕行こう。第3幕おー、いけいけいけ。これはちょっと期待したい。なんか熱そう熱そう、かっこいい。水墨画今のチャンスアップなんじゃない、もしかしたら。さあエンブレムも上がって、お、烈火だよ。なんかどのアニメにもやっぱこういう感じのキャラクター出てくるんだね。水流、あ、木竜か、そうか火には水じゃないんだね。木燃やされちゃうじゃん、普通に。よいしょー、赤ねえ、もうさ、もういいんだよ、これは。うーわうーわ、外す今の。変なロボット保留で第3幕まで行って烈火で、どうすりゃ当たるのよどうすりゃ当たるのよ。わ、また来た、役立たずのロボットあ、青くなった、青くなった、あ、緑になったね、色変わるなんて知らなかった。じゃあさっきのは弱かったんだ。そりゃそうだ、そりゃそうだ、緑だからちょっと期待しよう。あ、カウントダウン、あと33、32。これはちょっとどの機種から考えても結構熱いやつ。やばいやばいやばい、ティロティロ言ってる、ティロ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 言ってるよ。あ、でもなんかもう一回疑似連っていうタイマーだね多分。赤保留に、おー、
かボタンが違う。あ、金だよ金。でも緑保留なのがちょっと気になるな。カチューン。あ、ならない、どうしよう、やばい。途端に不安になってきた。え、でもほらどれかには行くから外れはないよ。バーサスリーチ、待ってるだけの女なんて真っ平よ。うわ、かっこいい、なんかちょっといいね、なんかね、かっこいいね。あはー、やだー、 Oh my god。 もう何をすれば当たるんだよ。やばいよ、やばいよ、やばいよ、今日やばいよ。どうや、暑いの来たか。暑い、さや初めて見る。あ、これは来るぞ、ちょ手離し祈れ。これは暑い、これ外れたら抜きますって。これ外れたら抜きます、井上さんが。当たったら画面に向かって喜ぶように、はい、押せ。お、あ、来た来た来た。よし、画面に向かって喜びましょう。え、入った入った、やったよかった。まだまだあかんぞ、 ST に入るまで光らせるんだ。あ、さっき渾身の力を込めて連打だ。まだやで、もう打っとけ、もう連打。よしよし、いいぞいいぞ、行け行け、おっしゃ、し喜べ喜べ、やった、よし。え、もうこれ大丈夫、いいやつですか。こっからやぞ、しおりちゃん、こっから勝負ですって、画面に向かって。こっからが勝負です。よし、なんかかっこいいね。すごいブーブー言ってる。よしよし、やっと私のパチンコが始まりました。やっと私のパチンコが始まる、井上理論。よし、よし行こう。すごい、初めて見る。よし、S 水中は倉さんをかけるんだ。倉さんかける。あ、よし行け。抜けたら倉さん外すように。抜けたら倉さん外す。やばい、しおりちゃん当たったそうです。早く終われ早く終われだって当たりはあっちの方が軽いはずだから、連チャンされちゃうと困っちゃうんですよね。もうちょっとしかない、当たるとき当たる、当たるとき当たる、ポシャるときはポシャる。いや、それ言うな。やばい、いけるいけるいける。ふはー、駆け抜けちゃったよ。はい、手離そう。よし、気を取り直そう。はい、気を取り直します。まあほら、お昼行く前に一発当てて ST ぶち込んでお昼行きたいな。
あれ笛赤かったっけ。お、ジュニスチャンス。トラ、トラ、うわ、弱ネズミとか一番弱いでしょ、中日の中で。よーい、ゴー。注目のネミ選手は現在一番手。これは大チャンス。このまま勝利を使うのか。ペース配分しっかりね。ここで脱落者発生。いいよいいよ。最後のストレートだよ。最後のストレート。頑張れネズミ。おお。まさかの、まさか。やった。これで十二支ボーナス。になるんですよね。さあさあさあ、投資12,000円、207回転で本日初めてのボーナスを手に入れました。届けよ、みんなで届けよ。レッカー、ということで、はいはい、 V ラウンド来ましたよ。イエーイ。エクストラボーナス、おー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 、今ですね、12時ボーナスからエクストラボーナスということなんですが、14ラウンド、まあ、実質は12ラウンドで出玉が約1800発獲得できるということで、さあさあ、ここからですよ。エンジンかけていきますよ。激闘ラッシュ、なんかどっかで聞いたことあるよね。さあ ST100 回転ということなんですが、継続率 65%、 65は掴み取りたいよね。しかもそのうちの 80% が16ラウンドなわけですよ。単発だけは避けたい。ああ、保留変化してくれ。さあ、緑保留、来い来い来い。あ、御鏡様。さあかっこいい。ほら、3つ半。イケメンが負けるはずないだろう。僕の番だな。オフレンを撃破せよ。四方より交われ。妖門剣。一撃。三鏡様。嘘でしょ。わー。さっき気持ち悪い妄想したから嫌われた。やばい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 。あ、緑、赤、赤、
これはこれは来たでしょう。お願いします。弱そう。なんで赤なのに。ボタンを連打してガオンを撃破せよ。レディーゴー。嘘でしょ、嘘でしょ。マジで、マジで。これはもう無理だよ私。もう無理無理。本当にマックスタイプなのか。いや本当もうね、私ガールズリーグ連チャンしないんだよな。はい、ということで前半戦終了いたしました。朝一からレッカの方のずってきたわけなんですが、大当たり1回しかも単発ということで、そこから244回転回したんですが、ちょっとねきついのと、まだ投資も1万2000円ということで他の台にかけてみようかなと思います。ということで移動。よっしゃよっしゃ、ええぞ。来た来た。これはもう祈るしかない、もう祈るしかない。お、来る。おせ、おっしゃ、行った。お、すごいブブってる。はい、画面で喜ぼう。来ました。え、これ違う、まだ ST 入ってない。行け、オーケーオーケー、押せ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 、行ってくれ。残念。なんでなんでなんで。はい、はい、戻そう。戻す。あ、なんか諦めることになれそう。ダメだよ、パチンコの、うん、パチンコの極意は粘りと頑張りや。粘りと頑張り、うん、粘るんや。粘ります。ガールズリーグ、おー、ブル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 してる、ブル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 してるよ。わー、あー、勝手に回ってる。流れが来てます。やばい、なんか大丈夫かな。ノーノーとマジェスティックプリンス打てて大丈夫。